どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは海外で話題になった心霊写真の紹介。家族写真からパーティーの記念写真までゾッとするものを集めてきたんで、早速本編の方に進んでいきましょう。最初に紹介するのは古い家族写真。撮影者は2000年に撮った家族写真に余分な手が写ってた、そう言って画像を投稿しました。注目してほしいのは写真中央部分、そこには誰かの手があります。一見彼の手が写っただけ、そう見えますが、彼は手を下ろしているから写り込むはずがない、撮影者はそう言っていました。次に紹介するのはマイクさんが投稿した画像。マイクさんには息子がいるんですが、ある日二人で遊んでる時、この笑顔を写真に撮ろう、マイクさんはそう思ってシャッターを切りました。写真に写ってるのはマイクさんの息子、そしてもう一人見覚えのない子供がいました。マイクさんの子供がブレた、そう考えることもできますが、二人の顔は微妙に違っているような。またマイクさんの子供は服を着ており、サンタの帽子もかぶっていますが、そっちは全くブレていません。写真に写り込んだ正体不明の子供、皆さんはどう思いますか？次に紹介するのはジュリアさんが投稿した画像。ジュリアさんは年明けの家族パーティーで記念写真を撮ったんですが、そこに変なものが写っていて、キッチンの奥に誰かの顔がありました。ジュリアさんはこの顔に見覚えがないらしく、顔の正体が分からず、この顔は一体何を思ってるんでしょうか。次に紹介するのはお兄さんが投稿した画像。何か悪いことをしたか、男性が一人捕まっています。こういった事件の現場にはやじ馬がいたりしますが、今回のはちょっとおかしくて、注目してほしいのは男性の方、そこには誰かの手が写っていました。男性の横には誰もおらず、手が写るはずありません。幽霊もこういったことに興味があるんでしょうか。次に紹介するのは赤ちゃんを撮った画像。大掃除でもしていたか、投稿者はある時甥っ子の古い写真を発見。甥っ子はまだ赤ちゃんでハイハイをしていますが、写真には恐怖が写っていました。甥っ子に向かって伸びている不気味な白い手、
何か物がブレたか、カメラの不調か。白い手の正体は一体。次に紹介するのはベビーモニターの画像。ある日の夜、モーションセンサーが反応しモニターが起動、自動で写真を撮ったんですが、投稿者がそれを確認すると、ベビーベッドの近くに誰かいました。服装から考えて女性でしょうか。撮影当時投稿者は出かけており、家には誰もおらず、あまりにもはっきり写っているんで、これは幽霊ではなく生きている人間、侵入者、そういった意見もありますが、皆さんはどう思いますか？最後に紹介するのはバイニーさんが投稿した画像。投稿者は小さい頃から何度も怪現象を経験しており、それをどうにかしようとあれこれ試しましたが、どれもうまくいかず、これは単なる妄想か、そんな風にも考えましたが、姉からもらった写真にあるものが写っていました。投稿者の背後に誰かの顔がありました。人間というよりは悪魔に近い気もしますが、これが怪現象の原因なんでしょうか。ということで、今回もやってきましたおまけのコーナー。今回紹介するのは動物が登場する映像。登場するのは一匹の猫ちゃん。私たち人間には昇竜拳や波動拳がありますが、対して猫ちゃんには猫パンチがあります。今回は猫パンチが火を吹く瞬間を持ってきました。猫ちゃんが軽く猫パンチすると、数秒後相手はノックダウンし水中に消えていきました。皆さんも猫パンチにはご注意を。ということで、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。